ムムターズマハルは、北、インド、ムガル帝国第5代皇帝シャージャハーンの皇妃で、第6代皇帝、アウラングゼーブの母。宮帝の大富豪アンサフ、ハーンの娘で、本名は、アルジュマンド・バーヌー・ベーグムという。ムムターズマハルとはペルシア語で、メデラレシ、王宮の交際、宮帝の選ばれし、ものを意味する言葉であり、第4代皇帝、ジャハーン・ギールから授けられた称号である。 シャージャハーンとムムターズマハル1595年4月6日、ムガル帝国の貴族アーサフ、ハーンの娘として生まれる。彼女の祖父は、サファビー朝からの亡命貴族であったミールザー・ギアース・ベグという人物で、その息子アーサフ・ハーンが彼女の父である。ギアース・ベグには、ミフルニザー・ベーグムという娘がおり、これがジャハーン・ギールの長ヒヌール・ジャハーンとなった。ムムターズマハルは、 ヌール・ジャハーンの名にあたる。1612年、ジャハーン・ギールのミコフ・ダムと結婚する。夫に深く長愛され、14人の子女を設ける。うち、青年まで育ったのは、男子4人と女子3人であり、この4人の男子が、長男ダーラー・シコイカ、シャーシュジャー、アウラング・セーブ、ムラードバフ・シュである。夫が父ミカド・ジャハーン・ギールや、ママ母ヌール・ジャハーンと対立し、 各地への転戦や、逃避行中でも、これにつき従い苦楽を共にしたと伝えられている。タージマハル1631年6月17日、シャージャ・ハーンのデカン遠征中、遠征先で、第14子ガウハーラーラー米軍を生んだ後36歳で、三熟死した。シャージャ・ハーンはその死を大いに悲しみ、彼女の病として、タージマハルを混流し来世を弔った。ありがとうございます。